1964年2月、22歳で世界ヘビー級王者となったモハメド・アリーはついにアラーの信者であると世界に宣言する。俺はあんたらのお望み通りのチャンピオンにはならない。俺は押し付けの人種統合なんか信じてない。戦ってる黒人はみんな爆弾で吹っ飛ばされてるじゃないか。俺が起源した強大ネーションオブイスラムを憎しみの宗教と政権は決めつけて敵視してるけど、アラーの信者はこの世で一番穏やかな人たちなんだ。俺は俺を求めてない人たちに自分を押し付けたりしないぜ。俺は白人は好きだよ、俺の人種の人たちも好きだよ。彼らは互いに侵害せずに一緒に暮らしていけるんだ。66年2月マイアミのあるうららかな午後、中継車が止まり、俺が徴兵登録されたと告げた。それから電話が鳴り始め、マスコミの質問が述べ続いたよ。ベトナム戦争時は決意、どんどんどんベト君を殺せますか、ベト君はどう思いますか。俺はベト君の連中に文句はないで、俺はベト君の連中に文句はないで。その言葉が見出しとなり全米で報じられ、白いアメリカの右翼した怒りが解き放たれた。国に命捧げた人々の嘆きが黒い売国だよ。愛国的発言をアメリカに謝罪せよ。国中の新聞は俺の試合禁止を要求、イリノイ州は防衛戦の開催許可を取り消し、他7都市で試合は締め出された。だが違う声も聞こえてきたが、よくと言った誰かが言うべきだった。俺は何日も新しい世界の人々と話したんだよ。アメリカが戦った戦争は全て自由平和、世界の民主主義を守るためであると、学校で俺は習ったけれど、これはどんな戦争よりも野蛮な戦争なんだ。奴隷支配と戦い続けるベトナムの人々は俺の敵じゃない、ブラザーなのさ。彼らの独立と自由までアメリカは奪うのか。大統領から届いた67年4月28日25の春、俺は一番上等のモヘアのブラックスーツに身を包み、合衆国軍入隊所に到着した。26名の入隊予定者の前で海軍隊は言った。これより諸君は名前を呼ばれたら一歩前に出なさい。ジェイソン・アダムス陸軍、ジョン・アレン海軍、キャシアス・クレイ陸軍、部屋はしんと静まり返った。俺はまっすぐ立って身じろぎもしなかった。儀式が終わり外に出ると、群衆がみんな笑顔で歓声を上げていた。嬉しいは行かなかったのね、あんたは行かなかった、俺も行かないぞ。俺は一種の安らぎと自由を感じていた。8対1の賭けリスク覆し、世界チャンピオン取った時よりも気持ちよかったよ。その朝、入隊式に呼び出された26名の若者のうち25名はその日のうちにルイジアナ州フォートポークの兵士になった。モハメド・アリが入隊拒否してから1時間後、アリのボクシングライセンスは停止され、世界タイトルは剥奪された。10日後、アリはヒューストンで連邦大陪審により起訴され、同年6月20日禁錮5年、罰金1万ドルの最高刑が言い渡された。 Thank you.